立ってる。じゃあちょっと自分いいっすか。あゆぴです。ということで届きました、うじのバースデーボックスですね。ボックスでありませんでした。バースデーパッケージでございます。あんまり事前情報は見てないんですけど、まあ多分クプスとほぼ一緒だとは思うんで、サクッとになりそうだけど、やっていきたいと思います。本日はある方に応援に駆けつけていただきました。じゃじゃん、あの動画を大変にぎわせてくれました超デカアクスタのエスクプスさんです。クプスさんにもいていただいて、ウータの超巨大アクスタを歓迎したいと思います。さあ開けていきます。でれん、基本はクプスと一緒かな。ステッカーですね。さっき袋にもついてたステッカーの綺麗なウーディー、またこれはなんだってなったやつだ。もうおそらくケーキとかに刺すのであろう棒です。あ、トレカね。1枚目、せーの、ででん。かわいい。前髪下ろしてるんだ。なんかね、そう、美女自体はあんまりしっかり見てないんですよ今回。だからめっちゃ楽しみにしてた。これと、せーの、でるん。かわいい。3枚目、せーの、でるん。ダメだ、もうかっこいいって言いたいんだけどさ、もうかわいいがやっぱ出てきちゃう。ふく笑ってる。そして最後、せーの、でん。クールだ。スーツだから前髪上げてるかなって思ってたけど、いやどっちでもね好きだけど、基本前髪は下ろしが好きなので、これはもしかしてマグネットだな。あの磁石を貼り付けられる場所ならいつでも宇治の笑顔を楽しめますのやつかな。このね、後ろに宇治って書いてあるんだけど、この宇治の文字だけで可愛いって反射で出ちゃう。私の冷蔵庫のマグネットコレクションに仲間入りさせたいと思います。ちょっとやっぱさ、巨大アクスターまだだよね。これからいきますか。ハッピーウジデイ。わ、すごい、赤のキラキラがすごいよ。かわいい、立ってる。いやそりゃ立つんだけどさ、決めてる、かわいい。巨大アクスターでございます。じゃあちょっと最初に美女だけ、せーの、あ、もう可愛いもん、もう可愛いもん、笑ってるもん。ちょっと組み立てますね。組み立てれました。これが通常のアクスタ、基本的なアクスタのサイズでね、でかさがより分かりますね。仲間入りしました。もうあとね、ドギョムがいればコンプリートですよ、推しは。じゃあラストはこれ見ていきますか。本日のメインイベント、さあ赤のウズを見ていきましょう。脳がもう働かない。いいわ、しかれた。カウカウポーズしてる。ヨシさんの方かな。本当にウータには一生美味しいご飯を食べながら、ただひたすら幸せそうに笑っててほしいな。さあ、確かこの見開きに手があるんだよ。いやもうウータの手は相当さ、なんか指が長くてめっちゃ綺麗じゃん。超楽しみ。さあ行きます。せーの。本当に羨ましい手してる。私黄色。じゃあちょっと自分いいっすか。こっち向きか。待って、全然違う。本当にさっきまであんな可愛いってなってた人の手ってぐらい、もうでかさが桁違い。わかるかな、私手黄色で。そもそも私も小指と親指がマジで極端に短い人間なんですけど、それ以外の指もめっちゃでかい。こんなに可愛いキュリキュリ笑顔のさ、ウータンの手が、これって何。これだって、ちょっとね、手の大きさ比べよう。おめえ手ちっちゃって、こうやって やられるぐらいの差あるよ。偏見だけで声やりましたけど今。あ、メモですね。この絶対に何も書けないであろうメモページでございます。やっぱ楽しいなあ、このバースデーパッケージ。 B って書いてある、 B って書いてある。もしかしてクプスの裏 H って書いてあるかな。ハッピーバースデーになったりする、もしかしてこれ。クプスを持ってきたんですが、ちゃんと H って書いてあった。
全く気づいてなかったけど HP ホームページ1,2,3,4,5 本当だ、ハッピーバースデーって全部で13文字だから、間にハニとハオタンので HAPP まで今来てんのかな。今更気づいたからめっちゃ楽しい。ちょっともしハニとハオタンのやつ持ってる方いたら教えてください。それでは今日はここまで。バイバーイ。